はい、いつもご視聴ありがとうございます。車の話題でございます。いやー、今日は暖かいですね。本日は3月22日、昨日は秋分の日でお休みでしたね。今日もいい天気です。予報によりますとですね、夏日を思わせるぐらいの暖かさになるということでございます。どうもいつもご視聴ありがとうございます。はい、それで早速ですね、今日は先日説明いたしましたシンコさんのこのワイヤレスマイクを使って、この動画撮影しております。で、今日もですね、開封動画ということで、昨日私これポチりましたね。中身は後でじっくり開封をするときにお見せしますけども、これポチりました。あの、今後のね、私のあの日本一周の県庁舎を巡る旅にね、まあどうしても必要だったもんですから、またですね、このシンコさんのワイヤレスマイクを使って、より良いですね、車内からのですね、音声をが入った動画を制作するためにもね、これがちょっと必要だったんで買いました。それでは早速ですね、うるさいですね、また朝早いんですけどね、それでは早速こちらの開封動画行ってみよう。はい、それではですね、早速、これを開けてみましょう。アマゾン様から、届いた品物です。はい、今回ね、届いた商品がですね、エレコムさんのですね、これはマグネットカーマウント、まあ車用のですね、マウントですね。このようにあの iPhone接続できる、載せれておくタイプですね。はい、確かね、忘れちゃった、1200、300円で購入したかな。で、翌日もね、すぐに、午前中に配送済みになってね、安定の配送の時間の短さということですね。はい、じゃあ早速中身を見てみましょう。こちらの3点が入ってました。まあ、これはね、ここに粘着のあの両面テープがくっついたものですね。これ台ですね。ただ、こちらの方はですね、吸盤としてもこう使える形ですから、こちら、がガラスのところにね、ペタンと貼ったりとかすることも可能だと思います。こんな感じですね。この上に今携帯を乗せるという感じですね。これマグネットなので、結構ね、強力ですね。今ちょっと 重さがあるんで下の方を押さえてますけども、結構マグネットでパチンとつくタイプなんでね、落ちませんよ。なかなか使い手がありそうですね。はい、それでは早速ね、こちらを使って、車の中で、どんな感じでね、録音ができるとかね、録画ができるとか試してみたいと思います。それではレッツゴー。はい、それではね、早速これね、このフォルダー、車載フォルダーを使って、今これ撮影してるのがね、これ iPhone なんですけども、この iPhone 使いまして、それとまたこのシンコさんのですね、このワイヤレスマイク、今はね、ワイヤレスマイクをつけてない状態で喋ってますけれどもね、まあどれぐらいね、音質が違うかどうかをね、ちょっとこれから確認してみたいと思います。それではまずね、取り付けてみましょう。いかがですか。今まだですね、これをつけてない状態で喋ってます。これはまだワイヤレスマイクつけてない状態で喋ってます。どんな感じがね、これからこちらのワイヤレスマイク取り付けて、声の音質がどれぐらい変わるかね、試してみたいと思います。あの、今普通の状態で喋ってるので、まあ同じような形で喋ってみたいと思います。それでは取り付けてみましょう。はい、今ですね、はい、私の胸元にこのシンコさんのワイヤレスマイク、トランスミッターの取り付けて喋ってます。聞こえますかね。まあね、声も先ほどと同じようにね、同じような抑揚で喋ってるんですけれども、
どうでしょうかね。変わってるのかな、声の質が。聞き取りやすいとか聞き取りにくいとか、どうですかね。ちょっとね、一旦表に出てみて、そのまま喋り続けたいと思います。じゃあ表出てみます。はい、どうですか。今ね、表に出ました。表に出て喋ってますけれども、聞こえますか。今車からね、今車の周り歩いてるんですけど、まあ、ちょっと離れてみましょう。今ね、車から離れて5メートルぐらいですね。はい、5メートルぐらい、10メートルぐらい今離れました。で、今ちょっと通り沿いに出てますけれども、まあ、車の音も聞こえてると思いますけどね。声質は先ほどと同じぐらいの抑揚で喋ってます。今車から20メートルぐらい離れてますけれども、どうでしょう、聞こえますかね。聞こえるのかな、どうだろう。これはね、実際に一度車から出て、それでこの距離をご覧に入れながらね、喋るテストもね、してみたいと思います。はい、車に戻ってまいりました。はい、どうでしたかね。今表、20メートルぐらい離れたところから、車の外から喋りましたけどね、違いがあるかどうかね、まあ、この動画を編集してから確認できると思います。それでは次ね、表でですね、実際に距離をこう離していくところをね、ご覧にいただきながらね、声の、質が変わるかどうかっていうのを試したいと思います。それでは一旦車外に。それではね、車外に出たので、実際に距離をね、遠くに行きながらね、音の質を確認したいと思います。はい、それでは、はい、今ここでだいたい5メートルぐらいですね。どうでしょう、聞こえますかね。聞こえますかね。ここでだいたい10メートルぐらいですね。聞こえますか。聞こえますかね。はい、これでだいたい15メートルぐらい。はい、で、私影に入ります。音聞こえるのかな？ちょっとね、建物が、障害物がありますけど、音聞こえるんでしょうか？今もう30メートルぐらいのところに来てます。はい、それでは戻ります。どうですか？音の質変わってますか？今、障害物となる建物の影から出てきましたけれどもね、音の質変わってますでしょうか？あまりね、変わらないような、なんか100メートルぐらい離れても大丈夫だみたいなことはね、言ってましたけどね。さあ、どうだろう、音の質が変わったかどうかね。それではちょっとこの動画編集して。今までですね、車内でね、自撮り、自分を撮影するときには、まあ、GoPro を固定してやってたんですけども、まあ、なかなかですね、まあ、GoPro とこうワイヤレスをつなぐときにはですね、 GoPro のカバー、まあ、アダプターのようなものをね、つけて、そこにですね、二進式のですね、ワイヤレスじゃないですね、マイクをつけて録音をするという、ちょっと手間がかかったんですけども、今回はですね、iPhone を使ってですね、車内から、まあ車内とは限らないんですけれども、まあ自分の、自撮りをするときにですね、まあこの音声シンコさんのですね、このワイヤレスマイクと、iPhone をつなげることによってですね、より簡単に撮影ができるということでですね、私は今回このスマートフォルダを購入いたしました。はい、これからもですね、いろんなギアが増えてくると思うんですけれどもね、まあ、その都度ね、皆さんには参考になるかわからないですけれども、こちらの方を紹介させていただければと思っております。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が少しでも面白いなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録の方ぜひともよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイビー。あさって行きますよ、県庁舎。